ではただいまご紹介ありました。続いては佐々木健二さんステージにお迎えいたします。さあ、いろんなですね、皆さんこのコロナ禍になって小さなお子様から人生の先輩方まで YouTube を見る機会がすごく増えたと伺っているんですけどもね、皆さん YouTube 見ますか？やっぱりそうですよね。それでこの佐々木健二さんなんですが、 YouTube のチャンネルを持っていまして、その中で他もいろんな歌を歌ってくださるんですけども、カバー曲であったりとかですね、あと、まあ、歌謡曲、フォークソングですかね、この辺のカバー曲であったりとか、あとオリジナルソングも一部上げてくださっておりまして、まあ、不定期になりますが投稿を続けていらっしゃいます。でぜひぜひこの今日もう歌声聞いてファンになってしまうと思います。皆さん、YouTube チャンネル登録していただければ嬉しいですし、あとあの個人的私のおすすめはオリジナル曲で、大船渡市の沖合から発信したあの蛍の里というですね、全国の、あ、そう、知ってる方もいらっしゃいますね、蛍の里プロジェクトというか、まあ、この全国の蛍の里を応援したいという曲があって、こちらがとても素敵でございます。こちらは YouTube でぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、それでは今日はどんな曲が飛び出しますでしょうか。たっぷりとお楽しみいただけたら嬉しいなと思っておりました。それでは佐々木健二さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、山田町から来ました佐々木健二と言います。今日は、ね、名前だけでも覚えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。東郷の町には、ね、親戚のお家があったり、よく遊んでくれる人がいて、よく来ていて、とても大好きな町です。今日は2曲、歌わせていただきます。1曲目は、ね、財津和夫さん、チューリップです、ね、の青春の影を歌いますので、どうぞよろしくお願いいたします。君の心へ続く長い一本道はいつも僕を勇気づけた。とてもとても険しく細い道だったけど、今君を迎えに行こう。自分の大きな夢を追うことが今までの僕の仕事だったけど、君を幸せにするそれこそが僕の生きる印。愛を知ったために涙が運ばれて、君の瞳をこぼれた時、恋の喜びは愛の厳しさへの駆け足に過ぎないと、ただ風の中に佇んで、君はやがて見つけていった。ただ風に涙を預けて、僕はただの男。
今ね、ニュースとか、ですごい話題になってますね。世界で、ね、本当に終わりを見せないような、状況がずっと続いてます。もしね、本当に目の前で、そんなことが起きたらね、私はね、真っ先に逃げ出すと思います。奪うことも、奪われることも、嫌だからね。敵も味方も全部ね、逃げ出してしまえば、終わるんじゃないかなってね、ちょっと思ってるんですけど、なかなか難しいです、ね。そんなことを歌ったね、歌が、昔の反省会にあったので、歌いたいと思います。香川亮さんで、教訓1という歌を歌います。よろしくお願いいたします。命は一つ、人生は一回、だから命を捨てないようにね。慌てるとついふらふらと、お国のためなのと言われるとね、青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。僕には俺たち死んだとて、ずっと後まで残りますよね。命のスペアはありませんよ。青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。YouTube チャンネル登録をよろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、それではお待たせしました。もう早くからご声援いただいております。